今日の私のハッピーポイントをお話しさせていただきます。12月になってから子供たちにことあるごとにというか、こう何かしらとこう話題に出してたサンタさんなんですけど、こうご飯食べる時にだとか、あのこうちょこっとだけ残っちゃった子にもういらないのって聞いて、もういらないって言っても、あれサンタさん見てるかなとかって言うと食べるんですねそれぐらい本当にあの力強かったサンタさんが、今日やっとあの登場する機会のあったクリスマス会が今日行われました。先生たちの出し物があったりいろいろあったんですけれども、中でもなんか何が楽しかったっていうふうにあの双葉のお友達にお部屋に帰ってきてから聞くと、あの先生たちで楽器演奏したんですけれども、その中でみんなの大好きな鬼滅の刃の曲をやったんですけど、鬼滅の刃楽しかった、鬼滅の刃楽しかったって言ってで、それもなんか私ね、こうやってこうやって応援してたんだよって言ってくれて、なんか本当にこうみんなに大人気の曲だったんですけど、年長さんからはもう合唱が聞こえてきて、なんかもうすごいあの演奏してる先生たちもすごくあの嬉しかったです。あと2番になるとこうみんな歌詞がちょっとうろ覚えでなんかこう声がちょっと小さくなるのもすごい可愛いなって思って見てました。で、サンタさんと、あと今日バイキンマンとアンパンマンもあのプレゼントを運ぶのにあの手伝いに来てくれたんですね。で、それまでは子供たちちょっとあのやっぱり後半の方に差し掛かってきたので、つぼみさんも双葉さんもあのクリスマス会の後半になるとこうちょっと飽きてきてしまっておしゃべりしてしまったり、ちょっとフラフラってしてしまう子がいたんですけれども、こう幕が開いてサンタさんがバッと現れると、え？みたいないたっていう顔でみんなすごい真剣に見ていて、でプレゼントもらえるとやったーって喜んでいたんですね。でもあのお部屋に帰ってきてもプレゼントはあの記念撮影があったんです。サンタさんとアンパンマンとバイキンマンと記念撮影を撮るときに、こう子供たちの周りにはこうプレゼントを置いて写真撮影をするので、子供たちがお部屋に戻ってきた時にはまだプレゼントはサンタさんがお預かりしてる状態だったんですね。でお部屋に帰ってきてから、プレゼントどこ？プレゼントどこですか？心配してて、プレゼント大丈夫、サンタさんまだ預かってくれてるからって子供たちには言ったんですけど、子供たちはご飯食べてる時にもプレゼントどこ？プレゼントどこ？って言ってて、みんながお利口に早く寝たら枕元にもしかしたらプレゼント置いてあるかもねっていう風に言ったんですね。そしたら今日さ、あのちゃんと誰も寝て、あいつも寝てるんですけど、ちゃんとあの早くみんな寝て、こうみんなが起きる時間になったら枕元にプレゼントが置いてあったんです。でやっぱりこう起きた時にいつもだとこう寝ぼけてこう起こしてもうんって言ってまた寝ちゃう子だったり、こう起きたばっかりの頃はちょっと心細くて泣いてしまう子なんかもいたんですけど、今日はこうトントンって、何々ちゃんプレゼント置いてあるよっていう風に声かけたら、ふって起きてプレゼントを見てすごいニコニコになってなんかもうそういう可愛いなと思って今日は一日本当に幸せな一日でした。これが今日の私のハッピーポイントです。ありがとうございました。